ということで本日はハッシュタグゆむです企画をやっていきたいんですけれども、はい、今回選ばれた企画はメンバーと一緒にお菓子を作りたいね。イエーイ、素敵な夢、ね、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。めちゃめちゃナチュラルに最初からね、ね、はい、そのメンバーかのように、ね、本日はね、お菓子作りが得意なお客様ゴミさんが来てくれたわけなんですけども、はい、お菓子作りも得意なんだけど料理もできちゃうっていう、エミたちと一緒だね。そう、やっぱお菓子も作れて料理も作れる、やっぱお人にいるっていうから、やっぱね、いっちゃお人にいる、みんないし。なんで今回この夢を考えついたんですか？もともとお菓子作るの好きなんで。そうね、普段ライブとか特典会しかこう接しないわけじゃないですか。確かに、うん、自分の趣味をこう一緒にやれたら楽しいかな。確かに、間違いない、ね、楽しさも倍ということで、この機会にいつも料理作ってるゴミさんに、お菓子作りのポイントとかたくさん教えてもらって勉強しましょう。はいはいはい。というわけで、本日作るお菓子ですが一体何を作るんでしょうか？オレンジピールとチョコチップのバターケーキですね。イエーイ、おいしそう。名前から美味しい、はい、楽しみ、やっていきましょう。はい、突然ですがここでお菓子クイズ。ユズたちの知らないような専門用語がいっぱいあるらしいので、クイズ形式で学びを深められたらなと思っております。はい、1問目、1問目です。はい、ナパージュとは何でしょう？ナパージュ、ナパージュ、じゃナパージュだよ。ナパージュ、なんかさ、ディズニーの新キャラとかしかわかんない、にいそうじゃないの、パーなんかアラジンとかに出てきそう、白い包帯頭に巻いてそう、え、なんかちっちゃいやつ、絶対滑らかに生地をしなさい、クリームを鳴らしますみたいな。材料の一つですね。材料、小麦粉。かわいい、かわいい、正解です。正解は、正解はツヤ出し剤ですね。あ、わかった、あのさ、フルーツタルトとかでさ、あのなんか透明のゼリーみたいなやつでしょ。ツヤ出し剤、ナパージュ、ナパージュ、ナパージュっていうんだ。ナパージュか、実際この後この料理で使うところですね。そうですね。え、マジナパージュ使う、初めて使うの。じゃあ2問いきますか。第2問、はい、第2問、ポマード状とは何でしょう？ポマード状？柔らかそう。あー、近いですね。近い、ふわふわみたいな、なんかちょっと温まったバターみたいな。大体正解。イエーイ、すごい、すごい、すごい。クリーム状ぐらいまで滑らかになってる状態。うん、もう正解じゃん。やっぱ日頃かポマード状にしてるから。またちょっともめきます。はい、はい、アンビベとは何でしょう？アンビベ、アンビベはなんかちょっと高級感ある感じがする。アンビベみたいな。あ、なるほど。作ってる中の工程の一つの名前ですね。流し込むみたいな、混ぜるみたいな。あ、分かった。あのホールケーキ作ってクリーム塗って最後にクリームをこう取っていく作業。あ、名前ないですね。はいはいはい、かけられて、はい、冷ますこと。冷ますは冷ますですね。分かった分かった。焼いた後なんかちょっと冷ましますみたいな。あ、そうしたますか。完成しましたっていう名前。アンビベー、アンビベー、アンビベー、アンビベー。見た、誰も見たね。生地にシロップを染み込ませる。正解。すごい。待って待って待って、ゆずちょっと思ってた。チート。出た。ほんと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 、このね、専門用語が含まれた工程を加味して、料理の方やっていきましょうか。はい、はい、作ってこー、レッツクッキング。クッキングでしょ、そこ。はい、というわけで材料が準備できました。早速作っていきますか。いきましょう。はい、何をすればいいですか。何をすればいい。計量からいきましょう。はい、計量。何測るの？まずはバターからで。バターバッバッター、こちらです。バターこちらです。おー、結構思いっきりぐらい。やっぱね、勢いって大事。柔らかい、柔らかい、結構。あ、ぴったり、え、ぴったり賞だわ、ぴったり賞。小麦粉は、ふるいにふるってもらわないとダメですよ。オッケー。やっぱ欲張りな感じ。いいよ、振るっちゃって。これさえみ、それに握れば大丈夫。やばー、いや、最高、最高。まだいけるね。他
180って結構ありそう。握力鍛えられそう。鍛えてこう。あ、なりました。え、来ました。180です。180です。あの、一回封体をしてもらって、ゼロに。あ、そう。はい、お、来た。はい、大丈夫、大丈夫。もっと入れちゃう。入れすぎたら塩辛くなるから。あー、これは何ですか。100。これはあのシロップ用の砂糖ですね。どのくらいですか。50グラムですね。ミリリットル。卵割るチャレンジ。ダメだこれ。え、できるじゃん。できた、できたじゃん。できたよ、すごいじゃん、かりんちゃん。はい、みんな割っていくスタイル。ゆずちゃんもできましたね。うまっ。もちろんじゃん、プロじゃん。うまっ、プロや。できたよ、できたよ。失敗すると思ったんですけど。ないっしょ。ねえ、誰。うぅー、待て待て。やっぱデスラミッチ卵の歌歌ってるんでね、卵は得意なんですよ。楽しい、混ぜ混ぜ。卵次は？次は現状食べれるものを全部食べるっていう。100使うの？200あるから100食べていいってこと？そうそう、半分は食べていい。あ、うっ、お前ら食べてるだろう。食べて、食べてない。何言ってんの。やめてよ、言いがかりね。やめてよ。行きます、行ってます。なんか可愛いね、オレンジ。オッケー。え、すごいんだが。すごい。とりあえずこいつ。はい、こいつ。バターをトマート状にしてもらいたいんですけども、はい、あ、ホイップ状ですね。ホイップみたいな、クリームみたいですね。そうですね、クリーム状にしてもらいたい。あー、そういうやつね。さ、本当記憶力で似合ってすぎて、はい、もう何だっけって。わかんない。そうね。オッケー。お、さすがプロが手慣れてますね。ご家庭で作るときにこの工程がめんどくさいときって電子レンジとかありますか。電子レンジはちょっと溶けすぎると思うので、やっぱ湯煎で溶かしてもらうのがいいですね。なるほどね。だから本当は常温に置いておいてもらって、芯まで柔らかい状態が一番いいですね。なるほど。はい、コマード状ですね。コマード状ですね。コマード状ですね。あ、そしたら冷凍でね、あのバニラエッセンス。はい、はい、エッセンス入れてもらっていいですか。どうする、どのくらい。そうですね、そろそろ大丈夫です。はい、そんなもんで。すごいね、はい、混ぜる。おー、すごい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 、目が回る。すごい。すごい。なんか別に香りする。なんかレベチって感じ。レベチだわ。やべえ、腕いって。早い、早い。物の3秒。やばいやばい。これしんどい。え、僕はちょっとずるの回してやっていて近いって言ったら。え、プロやん。なんでその回してるの。ゆずがなんか一番慣れてる感ありますね。違うね、筋肉が一番あるんだよ。筋肉の問題にすんだよね。空間がここだけなんか歪んでんのよ。卵入れる？あの、そのまま入れると分離しちゃうので、ちょっとずつみたいな。あの、卵をちょっと温めてほしいんですよ。オッケー、いきます。はい、何する？どうぞ。え、冷めちゃうくない？卵を、まあ、4回か5回に分けた。あんまり一気に入れないで。オッケー。ちょっとずつ。そうね。それでちゃんと混ぜてもらって、ちょっと乳化したし。もうちょっと追加に。追加してこう。やばい。無理。もういい、もういい、もういい、もういい。入れていい？どうぞ。はい、これを面倒くさがると、はい、お菓子はできない。あとね、卵と油と水なんで。あー、なるほど。乳化させていかないと分離しちゃって。おいしくない、おいしくない。そしたら、これ卵入れる作業終わりなんで、イエイ。
そろそろちょっとオーブンを余熱で温めておいてもらって。あ、知ってる。何ワットで何分？170度まで温めてもらっていいですか？あ、でも温度じゃなくない？あいつ、あいつ適当にやりやがった。もうこういうにだべ。あとそれにチョコチップもかかって入れてもらっていいですか？あ、そうかな。はい、大丈夫です。そしたらこのかかったやつをここに入れて、はい、ちゃんここですか？混ぜて、混ぜてもらって、チョコチップで、やばい。ざっくり混ぜるだけでいいから。なんか可愛いんだが。可愛いよね。え、容器だね。やばっ。これで生地完成なんで。やばっ。流し込む。流し込んでいく感じで。はい、いきましょう。で、取るじゃん。で、この指のとこで反る。こそぎ落とす。そう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 。うおー、そうすると入れやすいから落とす。え、すごい。そうそうそう。え、もっと上から落とす感じでいい。そうそうそう。あ、やばい、割と下にしちゃった。切れた。あ、おカップの8分目ぐらいまで。そういう感じ、そういう感じ。はい、こんぐらい？少ない？もっと入れていいよ。じゃあ反対側くれる。あ、全然そこない。大丈夫。こうですか？やばい、マジよ、マジでお料理教室になる。これちょっとさ、半月くらい食べてるよ。こんなんやつね、入れてもらうまんま、こういう感じで。え、すごい、かわいいね。それじゃあ、焼き上がるまで待ちます。待つぜ。あ、エプロンいらないよね。ナパージュ、うん、こちらがナパージュになります。ナパージュ、さっきかも有名なですね、コーティングするやつね。そうですね。ちょっとナパージュをこっちに移します。焼けた説ない？ある。5秒前4 3 2 1。焼けました。開けよう。え、すごい。え、美味しそう。焼けてるんだが、焼けてるよ。すごい。竹串で刺して。焼けてるかチェック。先端に生地がついてこないかをチェックしてもらいたいですね。これは？あ、大丈夫ですね。大丈夫です。大丈夫です。そしたら取り出していい？取り出します。いけ、もちづき、できたの。じゃーん、できました。すごいな。できました。できてます。違う、足りない。できてる部分。おいしそう、もうすでにおいしそう。これ白っぽいし。完成でーす。完成でーす。おめでとう。完成いたしました。完成いたしました。食べます？食べましょう。食べます。やったー。え、どれ食べる？はい、いただきます。やばくない？ほほほ、やばい。おいしい。おいしい。食べる、食べる、食べる。おいしい。出してこれ持った方がいい。なるほどね。めっちゃおいしい。学ぼう。うまっ。うん、うまっ。あっという間に食べちゃう。やっぱね、個性がこう現れるから、そう、ね、混ぜ方一つとっても、ゆずはこう手際よくやれるけど、かりんはこうあのね、自分の世界を出しながら、ふわふわしながらね、あんな風に混ぜる人初めて見たもんね。でもって、えみは筋力なさすぎて途中ですぐバテるっていうこの、うん、まあ、三者三様で UNS 企画同棲してよかったですね。イエーイ、よかった。ゆずも楽しかった。楽しかった、ね、めっちゃ楽しかった。美味しいし、美味しい、楽しい、美味しい、最高で
というわけで今回のエムデス企画は一緒にお菓子を作ろうでした。イエイ。